対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずは小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なと引っ張った、引っ張った、バッターは2番に入っているクロマティ和田。まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド落ちました。強い打球、いい球ですね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクと追い込みました。インサイド落ちました。3番バッター原、ツーアウトになっています。マウンド上和田、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は2球目打ちました。さあそしてバッターボックスには王が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですね。いや、そこに決められたらお手上げですね。はい、低めにストレートが決まっています。あっと入らない。さあ4球目は何か。ここは見ます。スリーボールになりました。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。改めてお聞きしますが、バッターボックスのラミレス、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは柳田、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球は何で来るか。打ちました。バッターは2番に入っている今宮サンチェス。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。バッターボックスは3番長谷川。ツーアウトランナーありません。この回のサンチェス2球でアウト。あっという間にツーアウトです。打ちました、いい打球だ。ライトに大きな打球。さあそして打席にはグラシアルが入ります。さあ得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。引っ張った。2回になります。ジャイアンツの攻撃、打順は6番丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあここはね、確実に行きたい。引っ張った。さあノーアウトで貴重な先制のランナーを置いています。バッターボックスには小林。まあここはどうしても。バッターボックスには代打の岡本。ヒットでランナーを一塁に置いています。ホークスピッチャーが変わります。一塁に先制。インサイド打った。まあ向こうは閉鎖を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。打った、一直線。いや完璧。バッターボックスには代打の阿部。ジャイアンツ最終回でなんとか得点を挙げています。西さん、先制点が入りましたね。まあこういう状況でいい結果になりましたよね。バッター、バッターは9番に入っている西。ワンアウトになっています。
バッターボックスには代打の長嶋。ワンアウトになっています。初球ボール。さてこの長嶋どういうバッターなんでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでもライト方向を流しました。打球はライトへ。打順はトップに帰って坂本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかった。インサイド落ちました。さあ、そしてバッターボックスにはクロマティが入っています。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですね。バッター見送りましたが、打ちいっぱいのストライクです。次が3球目ボールです。いったー、モンクナース、ツーランホーム。いや、完璧。インコースファウル。インサイド落ちました。豪快なスイング打ちました。レフトへ打球伸びる。2回の裏ホークスの攻撃です。バッターボックスには5番中村。ジャイアンツリードで迎える最終回です。まず何を投げてくるか。初球ボール。打ちました。バッターボックスには6番本田。ワンアウトランナーありません。いいところへ決めてきます。ストライクです。これが2球目。打ちました。バッターは7番に入っている松田。ツーアウトランナーありません。ジャイアンツピッチャーが変わります。右バッターが続く場面で、ま、初球は何から入ってくるか。緩いボール決まりました。ここは落としてきました。インサイド落ちました。バッターは DH 内川。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク。打ちました。これで3アウト。試合終了になりました。試合を制したのは読売ジャイアンツです。西さん、投打がしっかり噛み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、まあ、打つ方も投げる方も、まあ、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。